皆さんこんにちは、こんばんは。たけちゃんこと竹下明俊と申します。今日も動画を見てくださいましてどうもありがとうございます。動画を最後まで見ていただいた方に素敵なお知らせがありますので、どうぞ最後までご覧ください。今日のテーマですね、サラリーマンに必要なスキルは、それは我慢っていうことで、やっていきたいと思うんですが、はい。30年間サラリーマンやってきまして、この我慢っていうスキルは本当必要だなっていうふうに確信しております。はい。それで転職して新しく仕事すれば教えてもらうのは、まあ当然先輩ですし、その嫌な先輩もたくさんいらっしゃいました。それで今度は教える立場になっても、まあ世代の違いっていうんですかね、若い子とかに教えるんですけど、考え方とか世代の違いで全然違うもので、イライラしてしまったりとか、本当自分中心、自分のことしか考えてないような人もいて、本当に10人いれば8、9人は全然意見が合わなかったり、仕事の容量が悪かったり、すごいイライラして、それのストレスが溜まってパニック障害にもなってしまったりもしました。ほとんどの仕事内容、ほとんどが仕事内容ではなくて、人間関係だったんですよね。はい。我慢っていうのが。はい。なので、この我慢っていうスキルがなければ、サラリーマンはやっていけないなっていうふうにつくづく思っております。僕のようにずっと我慢し続けて、結局うつ病とか病気になってしまって、休職しなければならないとか退職しなければならないっていうような話もたくさん聞いております。はい。まああと定年までどのくらいあるのかちょっと計算しとか考えたこともなかったんですけど、このまんまずっと我慢し続けることができるのかなっていうふうにちょっと今思ってるんですけど、皆さんもそういう我慢してるようでしたら、定年までやっていける自信ありますか？本当に人間関係っていうのは難しいなっていうふうに思います。はい。でもちょっとおととしの10月にネットビジネスに出会いまして、最初は結構マインド系を学ぶことができて、まあ稼ぎはしなかったんですけど、学ぶことができまして、そのネットビジネスに会うまでは我慢が、こうサラリーマンだったら我慢が当たり前かなって思ってたんですけど、まあ全く違う、ネットビジネスで全く違う働き方ですよね。それがそういうのがあるんだなって知って、ネットビジネスだと稼ぐだサラリーマンより全然大きく稼げるっていうこと以外にも、マインド面でたくさん学べたので、今まで我慢してきたことが、まあ大したことではないなっていうふうに、なんか考え方が最近、っていうかもう半年以上前から変わりまして、まあビジネスやることによって、ネットビジネスやることによって金銭的余裕も得ることもできましたし、それ以上にこの気持ちの余裕を得ることができたことが、すごく大きく感じております。まあ僕がそうだったように、こう毎日我慢してるような方がいらっしゃるんであれば、ネットビジネスをこう始めてみることをお勧めします。それで、ネットビジネスやるにしても何がいいかなっていう時に、ちょっとお知らせしたいのが、今僕が11月から学んでいる、去年の11月から学んでいるバイナリーオプションをお勧めします。バイナリーオプションは、ハイ&ローって言って、相場っていうか、円とドルとかの、為替ですかね。それの、15分後にどっちが高くなる、低く、どっちが高くて、自分がかけた金額より高くなる、低くなるかっていう、そういうのを予想するんですけど、
本当リスクも、株や FX に比べてリスクも少ないので、本当、やっていいと思います。はい。それで、自分はコミュニティに入って学んでるんですが、そのコミュニティの講師が、今度無料で、バイオプ講座を始めました。まあ、期間限定なんですけど、まあ、無料で学べるなんて、こんなチャンスは滅多にないと思うので、ぜひ、学んでみてはいかがでしょうか。申し込みの仕方なんですが、僕の LINE アットに登録していただきまして、バイオプ無料講座希望っていうふうにコメントいただければ、申し込みフォームを送りさせていただきます。動画の下の説明文には、いろいろ詳しく書いてありますので、ぜひご覧になってください。相当豪華なプレゼントも載っております。はい。で、今日も動画を最後まで見ていただきまして、どうもありがとうございました。またよろしくお願いします。失礼します。